第一海兵遠征軍は、アメリカ海兵隊の海兵遠征軍の一つ。司令部は、カリフォルニア州、キャンプペンドルトンにあり、アメリカ太平洋海兵隊の指揮下にある。第一海兵遠征軍は、アメリカ太平洋海兵隊霊下にある二つの海兵遠征軍のうちの一つであり、第三艦隊と共同して、太平洋の東半分において地上に展開した。 海兵隊部隊を管轄する。なお、西半分については、第七艦隊と共同する第三海兵遠征軍が管轄することとなっている。本部隊は1969年11月8日、アメリカ合衆国による沖縄統治下の沖縄本島で創設された。1970年8月18日、第一海兵水陸両用軍と改名され、 翌1971年4月、司令部はカリフォルニア州キャンプペンドルトンに移転した。1988年2月5日、部隊名は再び第一海兵衛征軍に戻された。地上部隊として第一海兵士団、航空部隊として第三海兵航空団、後方支援部隊として EN 第一海兵兵隊軍などが加わって編成されている。 また例下には、第一海兵衛遠征旅団及び十番台の海兵隊遠征隊が変組されている。第一海兵衛遠征軍の組織図。ありがとうございます。